さらなるシティーズ第2弾5回目になります今日は、ちょっと短めに、植林地と農地の外観についてということと、ユニーク工場地帯の農産物について少し話してみたいと思います。で、まあ一つ目の、植林地や農地の外観なんですが、まあもしかしたら、勘違いしてる人が多いんだろうなと思っています。で、まあそれは何かというと、まあここに、農業の産業エリアがあって、で、まあ、ここに農地が並んでるわけなんですが、この農地は、まあ、トウモロコシとか、麺、じゃがいも、小麦、まあ、あと温室というのもありますが、これを選べるようになっています。ただ、これをよく見ると、ここに外観というふうに書いてあります。で、農地で生産されるのは農作物ということになっていて、この外観のところで何を選ぼうと、生産されるのは農作物です。ここでトウモロコシを選んだからといって、トウモロコシが生産されるので、ではなく、あくまで生産されるのは農作物になる。それから、植林地の方なんですが、ここに林業の、産業エリアがあります。で、これ植林地なんですが、これも外観というのがあって、この外観はこの3つが選べます。ただ、どの外観を選んでも生産されるのは原木になります。例えばここで針葉樹が今選ばれてますが、落葉樹が選ばれてますが、落葉樹が生産されるのではない。これは先ほどの農地と同じになり。で、まあ、勘違いとしてよくあるのは、この倉庫で、保管中の資源というところで、農業の場合は、畜産物か小麦粉を保管することができる。で、農作物というのはこの中にはない。なので、この農地で、この外観に何を選んでも、生産されるのは農作物。で、ここに、製粉所というのがある。で、製粉所では、小麦粉を生産
することになる。で、普通小麦粉というのは小麦からできると普通に考えますが、ここでの小麦粉の原料は農作物ということになる。なので仮に、ここで小麦を全くこの外観に小麦を全く選んでいなかったとしても、この製粉所では小麦粉を作ることができるということになります。ここで小麦粉を作ってるんだから、この農地で小麦を育てないと意味がないというわけではありませんということですね。これはあくまで、小麦とかトウモロコシやガイモというのはあくまでこの表示上の外観であって、作ってるものは農作物だけになる。で、2つ目の、ユニーク工場地帯に農作物を備蓄する倉庫がないということなんですが、まあ、先ほども言いましたが、この倉庫の、保管物の中に、農作物というのはありません。農業エリアは畜産物か小麦粉。ちょっとまあ下の方に、農業特化の食料品というのがありますが、農作物というのはない。ところが、このユニーク工場の中に、農作物を原料にしている工場があります。まあ、例えば分かりやすいのは、このレモネード工場。農作物が原料になっで、農作物というのは倉庫には備蓄できないので、まあ、このサイロとか、納屋ですね。農作物を保管するにはこのサイロか納屋を建てる必要がある。で、まあ、ここにもしこのサイロや納屋がなければ、この工場に、まあ、トラックで直接原料を運び込むということになる。で、そうなると、まあ、この辺かなり無茶な道路の引き方をし始めてますが、この道路が渋滞してしまうと原料が全く届かないということになる。で、まあ渋滞はしたりしなかったりするので、まあこの工場の近くにその農作物をある程度ここに貯めておいた方が、まあ当然、物流のリスクが減るわけですね。なので、ここに、まあ、本当はここ倉庫に貯めたいわけですが、農作物に関しては、貯める施設がこのサイロか納屋しかないので、まあ、ここに並べました。で、ここに並べた途端、
ここにものすごく農作物を運んできてくれるトラックが増えました。なので今かなりここに農作物が溜まっています。で、農作物を、原料としているユニーク工場に、この農作物が、ちゃんと供給されるようになったということです。で、それに関しては魚介類に関してもちょっと前に、同様の改善をしました。で、今はこの魚介類はこの倉庫にある程度保管されるようになっている。なのでここにあるシーフード工場とかで魚介類が足りなくなることはなくなりました。なので、一つ目に関して、繰り返すと、この外観で何を選ぼうとできるのは農産物です。農作物です。それと、この林業の植林地で生産されるのは原木です。なので、ここちょっとトラブってますね。なのでもしここのユニーク工場の中に、原木を原料としている工場があるなら、原木を保管する施設をこの中に置く必要がある。で、原木を保管する施設というのは、この林業の、材木置き場になりますね。おそらくここに材木置き場を置くと、ここに、トラックが、材木をどんどん運び込むことになると思います。ここに今紫色のトラックが並んでますが、おそらくこれは林業のトラックです。材木置き場は原木を保管しますね。必要はないですが、ここに一つ置いておきます。
まあ、置いてもなかなか運び込まれないとですね。ありました。はい、今どんどん運び込まれています。ここに原木が溜まっていきます。まあ、ただユニーク工場の中では原木を原料にしているところはないんですけども、まあ、このユニーク工場地帯の、まあ、改善としては、まあ、他に、ここは道路がこういうふうに走っていて、この内側にも道路があります。で、倉庫はすべてこの外側の道路を向いていたんですが、一部内側に向くように変えてみました。まあ、それも、物流を少し改善するためです。で、特にここの道路は、この貨物駅に、まあ、運び込もうとするトラックが、まあ、多いために、まあ、常に渋滞しているような状態です。なのでこの道路に面した倉庫を作っても、まあ、効率が悪いということで、これを内側に向けました。まあ、それで、この石油産業のプラスチックだとか、石油ですね。石油はもうこっちに移したんですが、移動する前よりは、溜まるようになっていました。要するにこの辺に並んでいた倉庫は、内側の道路に向けるか、移動しています。移動した理由はここが渋滞するからです。で、林業の倉庫の一部はここら辺にあります。まあ、林業の倉庫に関してはまだあまり物が溜まっていない。
まあ、ここ様子を見てると原木が運び込まれて、それをまたどっかへ出荷しているような動きをしています。今日は、植林地の外観について、植林地と農地の外観についてと、それからユニーク工場地帯の農産物についての話をしました。まあ、他の動画でそういう話をしている方あんまり見かけませんので、まあ、そういう話をしてみました。今日はこれで終わります。